あの日のあなたの笑顔を今も覚えているからです。朝をあの夕日の中で見せてくれたたった一度の笑顔を待て、それを使うな。使えば、飛行は円卓の騎士を代表してあなたにお礼を。あの暗い時代をあなた一人に背負わせたあの華やかな円卓をあなた一人知らなかった勇ましき騎士の王、あなたこそ我らにとって輝ける星、我が王よ。今こそ、いえ今度こそこの剣をお返しします。いくつの夜を一人さまよっていたのか、いくつの夜を一人探し続けてきたのか。振り向けば友の顔、崩れた膝、崩れた腕、振り絞って前を向き歩き出せる。夜を越えてたどり着いたあなた、私は円卓の騎士、王の命、最後の忠誠、いくつもの夜を乗り越えて縁の暗闇が、孤独な暗闇が、長い旅の終わりが見える。あの森を、あの丘を、最後まで私を気遣う泣き腫れた騎士の顔を、その悔いを晴らすためそなたはさまよい続けたのか。
見事だ。我が最後にして最高の忠節の騎士。政権は確かに返された。誇るがいいベリビエル。貴公は確かにそなたの王の命を果たしたのだ。ベリビエール卿消滅、政権返還を確認しました。こちらも第六特異点の崩壊を確認。ロンゴミニアードが消えたことによって生徒も消えようとしている。それでこの時代の乱れは完全になくなった。ちょっとロマニー、私消えかけてる。私もです。本当だ、私も。そうか、聖杯だ。リスカ君たちはすでに聖杯を回収している。ロンゴミニアードが消えたことによって時代の修復が急激に始まったんだ。本来その時代にないものは強制的に元いた場所に戻る。こんなに早く？カルデアに強制退去するだけだ。安心して。みんな自分の形に意識を集中してカルデアに戻る。そのことを最優先に考えるんだ。さらばだ。私は私の理想とともに滅びる。だが救われたものはあった。ベディビエル卿、そなたの過ちは意味があった。この私には意味があったのだ。さようなら。